その前に急いで行きます。これ見てください。これなみなみとココア、ココアです。カート来ました。おはようございます。ふじょーでございます。朝ごはんでございます。これ見てください。これひどすぎない？こんなちょ見てください。こんなちょびっとしか入ってます。はい、このいじめから入ってもね、もう作ってくれたような母ちゃんなんでね、いじめとか言ってはいけませんよ。ちゃんと母ちゃんが作ってくれましたよ、朝ごはんは。ただ少ないだけです、飲み物が。私はあのトイレが近いから多分わざとだと思いますよ。優しさだと思います。優しさとして、思い出として。もうあなたと会えなくなる、ここを飲んで私には水をちょびっと、そんな母ちゃんはいただきもせずにもう食べています。いただきます。お前と申しまして、あのですね、私のまあ会社で勤めの時によく頑張ってくれたお前さんっていうのがいるんですよ。お前秀樹、お前秀樹だろって言ってました。私いつもいじめてました。でけど彼は真面目でいい子で一生懸命働いてくれました。みんなですね、鹿児島にいたんですよ。その時は太陽さんを立ち上げよう、立ち直そう、売り上げ悪かったんですよ。でお前さん、いろんな人に頼みましたよ。日曜日、お前は暇だろって言ったら、そのお前秀樹さん、いつもついてきてくれて、いろんな指宿とかもいろんな鹿児島中二人で、日曜日も休まずにですよ。今だったら文句ない、問題になると思うんですよ。日曜日も休みなしで、この休み返上もしないで、母ちゃんに迷惑かけて、お前秀樹と、お前っていうのはお前ですよ、お前、お前、北九州の人だと思います。どこにあるか分かりません、そのお前さんっていうのは。お前さんはあのお前、昨日メールが、メール、コメントが入ったんですよ。お前さん言っておきますよ、コメントですね、アカウントありますよ。今あれを消えてんですよ、名前が。前だったらそこにその人の名前とかその人のアドレスとか出たんですけど、今はアイコンしか、アイコンっていいんですかっていうんですかね、あれしか出なくて、名前出ないんですよ。誰がコメントしてるのか分かんないですよ。一旦自分の動画に戻してそれを入れて登録のところでしか見れないんですよ。まあついでにゼロだったんですけど、登録はしましたけど。お前さん、ぜひ YouTube でやってください。あれ、あそこあれあればもう YouTube できますから。あのアイコンあるんで、あのそこにあなたの、私登録しましたね、そこに動画貼り付ければすぐ YouTube できる、スタートできるんで、もしよかったらやってみてください。自分のあのよくあれありますよね、インスタグラム、あれを貼り付けてどんどん、私は見まねえけどね、見れないですよ携帯が飛ぶんで。でそのお前秀樹さん、この前に言っときましょうね。お前ですからね、お世話になって大変、あの鹿児島の売り上げが、太陽さんの売り上げが伸びて、鹿児島中が売ろうたの、まあお前秀樹さんだけじゃないですよ、大石さんとかいろんな、まあ、仲間がいたんですよ。その中で日曜日返上で、あの子は真面目で逆れなかったのかな、今考えたら。だから今元気で何よりです。反抗的な、なんかもう戦うような。飲めってこと？ああ、私が最初に飲んでたのがあったんで、洗うのがね、これ飲んで入れるってことね。はい。で、優しさとして、思い出として打たなくてよかったですね。あの、ちょっと、最初にやってますけど、残ってるのは、あれを私が置いてたんです、そこに。あれを飲んで。そこに、またあの前みたいにコップが変わったら文句言われるんで、入れるつもりだったみたいですよ。いただいてますよ、いただきますよ。で、お前さん、
ありがとうございました。言えずに転勤になって、今も鹿児島支店の売り上げが伸びて、このスーパー太陽さんってあるんですよ、鹿児島に。バイヤーさんともお前さんも仲良くなって、高齢じゃないかな、これ。今度はこんな風にしましたよ。高齢ぐらい。うん、お前ココアだ。ここに置きます、ココアは。で、伸びました。いろんなとこ行きました。宮崎の近く、都城のとこまで行きました。二人でいろいろ行きました。まあ、いろんな人いるんですよ。ただ、日曜日、一つだけで言っておきましょうね。返上して出ました。二人車止めて行くんですよ、営業車で。いろんな太陽さんとかスーパー応援とかしに行く。肉屋さんとか。で、二人で手分けして行って、彼はあっち、僕はこっち、チランとか私が行って、また私が迎えに行ってやるんですけども、みんなですね、そこの、今、偉くなっている人がいるんですよ。あの人がリーダーだったんですよ。影のリーダー。その人が、まあ彼も頑張ってくれて伸ばしたんでいいんですけど、まあまとめてたんですよ、いろんな意味で。寒いんですよ。それでその人が、車みんな並べて会社で集まって行ったんですよ、スキーに。スキーリーダーです。で、お前さんと私は、スーパーに毎週行って。ある時怒りました、支店長が。どうでもいいんですけど、怒ったんですよ。やきもち焼いたと思うんですよ、怒るっていうよりも。私に言ったんですよ。お前はなんかチームワーク良くないように見えて、なんか自分だけ黙々仕事してるようだけど、みんなで日曜日俺をのけ者にして、遊びに行ってるだろうって言ったんですよ。別に行ってもいいんですよ。行って悪いことじゃないんですよ。遊びに行ってみんな盛り上げて、良くなってったわけですから。あの人はそれで貢献を受けて偉くなったわけですから。その視点が良くなって。いいんですけど、私にあてにお前さんに、お前も行くんかみたいなことで、お前に、お前だけに。それで、聞かれたみたいな。で、私は真面目なんだよ、あの子も。私は真面目で、真面目で、私は、中本、まあ、係長だったんですかね。一緒に、応援に行ってますって、まあ、こんな感じで言うんですよ、あの子は。それで、ニコニコしてました、店長は。自分だけ仲間外れじゃない。別に年取って仲間外れやろ、なんか好き行きちゃいそう、好き行っちゃう。仕事しちゃいた仕事した、でもお前さんには迷惑かけましたっていう話をしたかっただけです。頑張ってくれましたよ。私、ああいう人がいるんですよ、一人。今もいるんですけど、今から入部した。自分以外に頑張ってくれる人がいっぱいいるんですよ。だから伸びるんですよ。寝る人もいるんですかね。頑張ってんさ。で、よく考えたら年じゃないですか、我々。で、またその、返済とか、借金も返さないといけないですか。あれ、待ってくれって待たないじゃないですか、ある人として。だから寝て、体力つけないと、持続できないかなと思って、寝るのも仕事だって言ってるんですよ、彼女は。合ってます。寝るのも仕事です。寝て、長い先を見て、頑張ろうとしてます。じゃあね、寝るのも仕事なんだよね。寝すぎだよね。うまい。唐揚げとコロッケうまいね。いつも、お前と申しますって。あの、可愛かったお前が。あんな言葉遣いしなかったですよね。まあ、やっぱ人間って年取ってくるから、まあ成長なんですよ、ある意味で、いい意味で。私にあんな、ご無事でじゃないな。元気で何よりですってあったかな。見てください。あんな、
安楽町じゃなかったよね、あの子ね。うん、うん、年取って僕との距離がつかめないんだけだと思います。もし見てる方で信井くんとかいろんないるんですよ、多分見てたらたまに見るんですよね、戸田さんとか旅行で来た人もどんどん気軽にコメント言ってください。あの悪い人には悪いって言ってますけど、仲間とか見てる人とかよくしてくれる人には私文句言いませんから、ただ距離がつかめないだけだと思うんですよ。皆さんがこうしたらダメなんか、こういうのかな、ああいうのかな、だから警戒みたいな、警戒ではないね、僕に警戒する人はいないと思うんで、めんどくさいと思うんです、私はね。うんって言ってます、うんうんって言ってます。だから知らなくても見てる方でも気軽に、あの腹立つ人たちにだけ文句言ってるだけ、皆さんに言ってるわけじゃん、見ていただいてる、ずっと見ていただいてる。まあ極端な話は、あの名古屋から来た人たちもいるんですよ、福岡からいろんないっぱいいるんですよ、距離がつかめないと思うんですよ。なんていうのかな、その旅行系の YouTuber から流れてきて、あっちの距離も私の距離どうやって取っていいのか、どうぞ関係なく今からの私のスタートで僕に言いたいこと言えばいいんですよ、言っていただければありがたいです、いいんですよったら失礼、ありがたいです、いるよ見てるよだけとかもいいと思うよ。いつもはまあ来なくなった人とか向こうで頑張ってる人たちはいいんですよ。向こうの YouTube でなんかコメントしてやって上手にやって仲良くできてる人はいいんですよ。まあこの間一人長いことや年末に出てたんで見ることはあるんですよ、たまに。悪気があって嫉妬心とかじゃないですよ。いい年なんじゃ。元気かなって思うだけ。だからお前さんのコメント一つでお前がみたいな、だからですね、こうやっていじられるのが嫌かもしれませんけど、私はゴンゾーさんとかお前さんとか京子さんとかタイプ一緒なんですよ。あれはあのキャラなんですよ。だから言ってるわけで、まあいろんな人にやってるわけじゃない。あの人がまあいろんなのようにやってるよみたいな感じで見てるんです。だ、なるほど。このご飯とこのレタスのサラダの。これがうまいんだよね、ケチャップが、これに。なんか、なんかですね、これが、こう、サラダポテトみたいな。うん、うまい。やっぱ沖縄の人はケチャップが好きだから。こういうのいいね。もう一人いたよね、なんか沖縄の営業所に行って、あれは時くんは違うか、時じゃなくて何だ、ど忘れした、ごめんなさい、見てくれてるかもしれないですよ。一番はあのなぜかわかんないな、前からずっと言ってますから原田くんですよ、福岡の。あの子はずっと一緒にいて、もう弟みたいにもう可愛がって。すいません、コートも取ります。はーい。
ありがとう。今思い出せないと、わかるの俺言ってんの。沖縄にいた子。たまになんか、どっかにいますって、多分やめてると思う。みんなやめてんのかな、もう。もう一個わかる。さっきの俺が言ったやつ、あんなんじゃない、反則やってた人、こいつガキやって書いてる。全く違う。あいつにはお世話になってないから、仕事では。女取られたぐらいで、あれが言うには。そうだろ？あ、ガキや！あ、あれかくじゃなくてガキや。あれか。あいつはガキや。うん。ああ、あれ覚えてた。あの子ね、めっちゃいい子だったね。ガキ役ね。うん。あいつはガキや。いい子だったけど、忘れたんですよ。何でか落ちましょうか。辞めてから会った時に、態度がもう急に偉くなってたんですよね。なんかこのビッグとかのバイヤーとかやってて偉くなってて高ぶってて自分が。俺、おお、久しぶりだねって言って、はぁ、あ、はぁ、あ、みたいな感じだったんです。いるんですよ、たまにあんな子が。なんかあれから忘れてたの。藤井くん。ね、唐揚げ作ってた。わかんないぞ、お前。わかるわけねえんだよ。たまに藤井くんか前はコメントあったら来なくなったから、なんでかなと思ってた。で、あの人今ぼーっとしてるんですけど、なんでかわかりますよ。さっき私が、荒垣くん出した時に、あいつは女取られたっていうのが気になってるんですよ。女ってなんだろうって。取られたっていうのはですね、あの事務員じゃなくてなんかいたんですよ、ちょっと。女の人が僕をいるんですよ、僕を好きになろうとする。私はカツ犬からってもくっついてくるのいっぱいなんですよ。でその人がその人にモーションかけたんですよ、私をおびき寄せるために。まあ自慢じゃないですよ、あの人が聞いてるから。で私の目の前でキスとかやったんですよ。それで、ああいいじゃないか、つけばって言った時に蕎麦食ってたら来たんですよ、二人で。いろんなとこに二人で来たんですよ、見せびらかすために。だからそれで、あいつはってあいつに言ってんすよ。それを、あの女と関係あったのかって言いたいんですよ、この人は。パブ君。だろ？わかるって言ってんの。あれ、関係はわかるだろ？ちょっと。みんなそうじゃん。あ、来た、来た、来た。あらかきもこう、あれもこう、みんなこう、お前もこうかもしれない、今だ。お前、そうですか？お前さん。お母さん。ん？やばいね、また。
もう編集できないからこの辺で終わりにしましょう。3つのね、やばい前の最近そうなんや。ここに食べますか、中身じゃん。また回します、見なくなる。お前さん、ありがとうございました、ということです。